ダブルキャスト2回目記憶をなくした謎の女赤坂美月、そんな美月を狙う変態ヘルメット、過去姫の姉の撮影はそれでも進んでいくというところで、前回からの続きです。早速やっていきましょう。もう展開が気になってしょうがない。前回は初回プレイいいつかみになったなぁ自分にとっても。はい、前回の続きからどういう話になっていくんだろう。ほら早く集合時間に遅れる。みつきちゃん、おお。昨日のことが何もなかったかのように撮影は続いている。昨日ね、変態ヘルメットに襲われたんですよね。まあ俺は二村だと思ってるけどいつものようにカメラの前でいつものままの表情で美月はファインダーに収まっている。でも昨日の泣き顔は誰も知らない。それは僕と美月だけの秘密。二人だけの。なんかもうこの主人公を完全に惚れちゃってない、美月ちゃんに。あの男が話しかけた時もすごい嫉妬してたし。はい、もしもし部長。なんか雑音がひどいわね。誰かいる？部長いいキャラしてんだよね。ああ、よく出るんですよちょっと友達が来てて、誰もいませんよ。よく出るんですよって、言ってみようか。出るって何が？幽霊。よく電話にノイズが入ったり、戸棚がガタ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 と言ったり。しなさい部長、そういうのダメなんですか？何言ってるのよ。部長、幽霊が苦手という情報をゲットできたぞ。かわいいな。今外に出ますからちょっと待ってください。いや、というか部長からの電話なら別に美月ちゃんに黙ってる必要なくないか？ああ、良くなったみたい。で、話なんだけど、今日の撮影、佐久間来てなかったでしょ。え？そうなの？彼なんかバイト先で事故って腕の骨折ったんだって。うわっ、うわっ怪しい。バイト先で事故った？前回さ、変態ヘルメットが来た時にこっち空き缶ぶん投げてぶつけたんだよね。おい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 どうするんですか？主演男優なしじゃ撮影は続けられませんよ。平気よ、代役立てればいいんだから。顔のアップは後で別撮りするってことで。代役ってキャストは3つ？ああ、いえ、赤坂さんと佐久間さん2人がほとんどでしょ。どうするんです？いるじゃない、あの2枚目と身長体重が近いのがうちの1人まさか美月ちゃん可愛いな。ピンポーン。というわけで決まりね。頑張ってちょうだい。マジで主演男優になっちゃう。ラッキーラッキーいっちゃおうか。これは願ってもないチャンス。これから堂々と美月と一緒にいられる時間が多くなる。これもう本当完全に惚れちゃってるよね、美月ちゃんに。ちょっと佐久間さんは気の毒だけど、いやー、もう佐久間が変態ヘルメットだったってことでいいんじゃないかな。でも確かに思い返してみれば、もうヘルメットもガタイ良かったんだよね。で、二村って割と小柄だからさ。それ聞いてんの？聞いてます、聞いてます。そういう事情なら仕方ない。そうなると本来の僕の仕事は誰が？あんた。え？バカなこと言ってんの？佐久間の分欠員ができたのよ。そんな余裕あるわけないでしょ。とほほ。まあ演技指導とか私が何とかするわ。ああ、それとクライマックスのシーン、私のうちの別荘で撮影することになったから。別荘？あさってに竹芝桟橋集合ね。みつきちゃんにも連絡。部長エロいな大学生の色気じゃないよ。一方的に切られちゃった。おー、でもなんと主演男優になることができた。やったじゃん、主演男優。あれ、それにロケにも行けるんでしょ。うわ、怪しい。うわ、え、これ部長じゃないの？あれ、
部長乗ってたぞ。え、違うのかな。ええ、わかんねえ。わかんねえ、どういうこと。みんな集まったね。それじゃあ出発するよ。うん、ウィース。ウィース。いや、こんな荷物なんだ。何の撮影しようとしてるんだよこれ。あ、船に乗ったのね。撮影してんのかと思った。みつき、ここにいたのね。みつきちゃんのこの衣装かわいいよな。うん、あれ、みんなは？元のあのスイカ T シャツも好きだけど。いつも通り打ち解くってちょっと尋常じゃないの言い方するもんな。全員酔いつぶれちゃってるな。どう気分は。向こうに着いたら主演男優代理だよ。あまり自信がない。美月にフォローしてもらうさ。任せてよ。いやでもちょっとフォローしてもらうさっていいな。美月ちゃんが記憶喪失なんだけどなぜか演技がめちゃくちゃできるっていうね。僕だって初めてやってるって忘れた？で、僕っ子ね。そうだった。初めての僕ができるんだからできるって。それとも僕が相手じゃ不満？まさか。そんなことないよ。むしろありがとうございます。ギャラ払いたいぐらいだよ。なんとかなる。にしても相変わらず動くな。おお、すげえ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 。みつきちゃん、かわいいですよね。二村、部長の膝枕やめろ、こら。いやらしい。あれ、何怒ってるんです、部長。部長。部長なんだろう、何を。ああ、ここでセーブか。なんか部長が一気に怪しくなってきたな。ほんとアニメーションのクオリティが高いよな。はい、ちょっとセーブ分けておきました。続きいきましょう。うわー、お、いいね。すっごい、夏だね。海だよ。ねえねえ、見ないよ、あそこ海綺麗だよ。ん、翔子。部長、素敵なところですね。メイクやってた子か。少し休憩に入ったら撮影入るから準備してね。はい。ほら、いつまでもそんなとこで寝てない。うん、着いたその日から撮影。ほら、荷物ばらさないと先輩たちにどやされるぞ。今日一日くらい休ませてくれるのかと思ってたのに。やっぱり伝説は生きていたのか。伝説なんだよそれ。我々新人二人は標高日程の映画撮影のため過労で会えなくし。やだな、ブラックだな。やはりこのシナリオは呪われているのかも。そして今回は僕たちが犠牲者ってわけ。え、これ大事そうだぞ。もう少しこの話を続けよう。話題を変えよう。いや、二村、ちょっとこの話を続けてみようぜ。二村、お前の荷物の中からヘルメットが出てきたんだが。ってなったら決定的なんだけど。でもその主演女優と監督が屋上から飛び降りたっていう噂だって実際見たっていう人に聞いたわけじゃないし、いまいち現実性に乏しいと思わないか。よくある学校の階段ってやつじゃないのかな。確かにそうかもしれないけど、結構信じる方なんだそういう話。僕小さい頃からおばあちゃん子でさ、よくそういう話聞かされててね。はあはあ、一言にただの噂って言い切っちゃうのもちょっとね。そうか。でもちゃんとお墓参りにも行ったし、今までもうまくいってるから大丈夫なんじゃないかな。そうだね、そういうことにしておこう。今さらやめるわけにもいかないしね。そうだよ、なんつってもこっから俺が主演男優だぜ。撮影に行きますか、主演男優代理さん。
俺こそが佐久間だ。俺が佐久間になるのだ。義務としてでなく、意思としてでなく。お。おい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 。それはあなたの喉の奥から生まれてくる。セクシー。カット。お疲れさん。こんなんでよかったですか？完璧にこなしてるじゃんもう。オッケーオッケー。だいぶ板についてきたよ。撤収急げ。はい。英検ってがっつり体育会系なんだな。おしまいですよね。あ、可愛い水着着てる、ね、次は鳩場のシーンに行きたいんだけど。おい、演壇油代理、準備はできてる？あ、ついに来ますか。はぁ、あ、はいはい。いや、ここはやる気満々で行こう。はい。みつきちゃんの水着姿を見て、やる気がビンビンですよ。これはもうやる気だけはあるみたいだね。まだからといって演技とそれとは別だけど、そうですね、うん、女の力は偉大っていうか、男がバカっていうか。僕は何も君から奪ってはいないと、うん、ねえ、おい、シナリオなんてある同じだよ。セクシーショット。そのシーンの流れを掴んでおけば。バスト87。が違ったって構わない。メモっといた。覚えてます。ちょっとそんなこと十分わかってるんだけど、演じる側に立つなんて初めてだから、おっぱいが気になってしょうがない。みつきちゃんでもおっぱいキャラだよな、かなり。ちょっとバケ食ってんだよ。おっぱいキャラなのに僕っ子っていうね。で、記憶喪失っていうも属性モリモリだな。僕がちゃんとリードしてあげるからさ、あとはどんとその場の流れでパパッと行こうよ。気楽に言うなよ。部長、本人やる気満々です。お尻。中二か、もう。アニメのエロいとこばっかり気にしちゃうっていうね。あなたは私から肉体と意識を奪っていた。デュアルショックがめちゃくちゃ揺れてる。それで全てと思わない。めっちゃ緊張してるこの男。僕は何も君から奪っていない。すごい噛んじゃうっていう。僕は何も君から奪っていない。それはあなたが気づいていないだけ。無意識の中であなたは私の意識の中に入ってきた。無意識の中に無意識の中に、あなたは私の肉体と意識を奪い取っていったの。デュアルショックすごい。これでもまだ残されていたものが一つだけ。私の存在。あなたはわざと残していったんでしょ。存在だって手に入れようと思えばできたのだ。なんか意味深なことを。正直に答えて、なぜ残していったの？僕はいつも正直だよ。僕自身の考えることまでいつも。違うわ。おっぱい。意識の。おっぱいがエロアニメみたいになっちゃう。18禁アニメになっちゃう。タイマニンになっちゃう。感度3000倍。あいつ動きやしね。自分で間を作ってるとか。そうだといいんだけど。前かがみになっちゃう。ここで背中に手を回して抱き寄せて、そしてセリフ。わっほい。どうした？あの、いやもう鼻血出して気失ってます。デュアルショックが半端じゃないのよ。カーッと揺れがずっとドクン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 言っててさ、振動すごかったな。いやでもおっぱい感じて鼻血出して倒れちゃうっていうね、この童貞感。この童貞感が主人公には必要ですよね、やっぱりね。俺は佐久間にはなれないのか。よし、じゃあ次行こう。まったくだらしないんだから。ん？しょうがないだろう。あんなおっぱい押し付けられちゃったら、演技することなんて初めてなんだから。タイマニンとか言っちゃったよ。タイマニンとか言ってたな、さっき。でもどっから出てきたんだよ。初めて出すことないんじゃないの。はーん、わかった。やっと僕の女の魅力に気がついたのね。私って罪な女ね。いやでもバカそんなんじゃねえよなんて言いつつ、本当に内心ベタ惚れだからね、この男ね。みつきちゃんに。でも感心するよ、美月だって演技することなんて初めてのはずなのに。実は私、旅芸人の娘だったりして。
そんな記憶あるの？ないわよそんなの。なんだ。でも記憶の中には演技したことのある自分なんていないだろう。これ鼻にティッシュ入れてんのかな鼻血それでも堂々と役をやってのけるのは神経のずぶとさ、僕のおかげかな、天性のものだね、僕のおかげかな何言ってんの。そうだね。でもちょっとはあるかも。君が近くにいると思うと安心できるし。おい、一人じゃね、心細いから。おいおいおい、そうか、よかった、少しは役に立ってるんだ僕。いや、これはやっぱり恋愛ゲームかもしれないぞこれはギャルゲーなのか。ダブルキャスト。まだ気にしてるの今日のこと。気にしない気にしない、鼻血出まくっちゃってもう慰めがいのないやつだな。ほら元気出して。いや、美月ちゃんのこういうね明るい性格すごい好きだな。ボーイッシュなんだよな。なんとか美月の足を引っ張らないように頑張るよ。よーし、えらい、元気が出たらお腹空く。でもなんかさ、加古姫のさ、女子部員お手製の料理ごちそうするから期待してて。料理マジか。加古姫のねあのセリフさ、すごい意味深なこと言ってたよね。期待していいのやら。私の料理の腕知ってるくせに。声がでかいって。それじゃ。そっか、一緒に住んでることは内緒にしてんのか。確かロケ中の食事の支度は翔子ちゃんたち女子がしてくれることになってるんだったよな。あ、そっか、内緒にしておかないと鉄の掟があるのか。女優に手出しちゃいけないっていう。美月のやつ決して料理が下手なわけじゃないけど、いまいち不安。翔子ちゃんの足引っ張らなきゃいいけど。翔子ちゃんはあのメガネの子ですね。メイク担当なのかな。ん？何この間は。ほんとだらしねえの。かっこ悪いとこカメラ撮れちゃったし、撮られちゃったしな。うっそ、なんでこんなものが落ちてくるんだ。あっぶねえ。もし直撃したら下手すると命だって。ま、いや、これ狙ってきてんのか。まさか誰かがわざと。ちゃんと固定とかしておいてほしい。誰かがわざと。しかしなぜ。うわ、美月ちゃん？いや、なんか美月ちゃんが狙われてたけど、こっちまで狙われてくんの？美月の声。二村、今の聞こえたろ？うん、女性の悲鳴だよね。うん、今の悲鳴、美月ちゃんの部屋からなんだけど、ドアが開かないの。え、ちょっと来て。ちょっと、おい、どうした。あ、ここで筋肉の出番だ。筋肉をフル活用してドアをこじ開けるんだ。どうしましょう。ドアぶち破りましょうか。待って、今マスターキー持ってきたから。マスターキー、うん、おい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 、ちょっと美月、なんなんだこんなにたくさんのガラスの破片。椅子、誰かこの部屋で暴れたのか。美月ちゃん大丈夫？怪我はない？どうしたの。はい、大丈夫です。どうしたの一体。誰がやったの。鏡、こんなこと。私です。ちゃんが自分で？なぜ？そこの衣装ケースの鏡を見たら、誰かが私を見つめていて。鏡？え？誰かが窓から覗いてた。怖かったんです、とても。目を合わせたら、そのまま吸い込まれていきそうな冷たい目。なんとかその視線から逃れようと、思わず椅子を投げちゃったんです。ベランダには誰もいないみたい。でも覗くって言ってもここは2階だし、下から登ってくるのも大変なんだけどな、うん、そうですよね、私の気のせいだったの。何これ結構本当に怖いね。誰が美月を覗いていたのだろう。まさかあのバイクの男。
僕たちのことを追ってきた。それとまさかこの部員の中に、部長と一緒がいいだろう。もう平気だろう。僕が一緒にいよう。うわ、ここの選択すげえ大事そう。いや、ここは僕が一緒にいよう。部長、多分赤坂さんは役作りに励んだために少しナーバスになっているのかもしれません。今夜は僕の部屋に泊まって。あらぶん殴られちゃった。どさくさに紛れてなんてこと。違う、いやらしい意味じゃない。美月ちゃん、今夜ここで眠れる？仕方ないわね。あ、でも結局部長のところに行くのか。あんたたち部屋片付けといてちょうだい。はい。いや、あの植木鉢を、はい、あれ絶対落とされたもんだろう。美月ちゃん立てる？大丈夫？はい、すみません。いや、やっぱりここに植木鉢の跡。え、どこに？ああ、美月ちゃんのお部屋の窓のところ。誰かがここからわざと落としたんだ。その人影を美月は見たのか。しかしどうやってここに。隣のベランダか、それ以外のところ、上か。わかんねえ。それ以外のところ、もし隣のベランダや上から来たのではないとすると、部長、お話が。僕は部長にバイクの男に美月が襲われたことを話した。さすがに美月の記憶喪失の話はしなかったが。そう、でもあの時は郷田と花園がリビングにいて、私は自分の部屋にいたわ。ベランダ自体に誰か通れば気づかないはずはないと思う。でも一応気をつけてた方がいいわね。よく話してくれたわ。おー、なんか危なっかしい展開になってきた。なんかこの辺の選択ミスるとちょっとそろそろ危なそうになってきましたね。主人公も狙われ始めたっていうのがね、ちょっと本当に怖い。マジか。じゃあ続きいきましょうか。夜になってきた。美月ちゃんは大丈夫なのか、部長と一緒に。正直に答えてなぜ残していったの。僕はいつも正直だよ。僕自身の言葉でいつもと同じように。ここで美月が来て練習してる。ダメだ、夕方の事件が気になって声量が入っていかない。二村うるせえな。外の空気でも吸ってこよう。一風呂浴びてさっぱりしよう。外の空気でも吸ってこようか。あ、待って、危ないか、外出んの一人で。ちょっと待って、大丈夫かな、大丈夫かな。僕は何も君から奪ってはいない。ん、おいお尻、おい、こーら、主演男優座られちゃった。こんなところでセリフの練習か。美月ちゃんはなんでこんなところにいるの。あなたは私から私の肉体と意識を奪っていったわ。でもそれで全てと思わない。僕は何も君から奪っていない。それはあなたが気づいていないだけ。無意識の中であなたは私の肉体と意識を奪い取ったの。でもまだ残されていたものが一つだけ。これ意味深なセリフだよな。お、私の存在、あなたはわざと残していったんでしょう。存在だって手に入れようと思えばできたのに。美月、あのシナリオ落ちちゃったんだけど。もうセリフは入ってるだろう。演技入れていかないと覚えていけないよ。ドキドキ。正直に答えて、なぜ残していったの。あ、ごめん、
僕はいつも正直だよ。僕自身の考える言葉でいつも。違うの。無意識の中のあなたの声が聞きたいの。無意識の中の。お尻お、どう聞こえる？僕の声。聞こえる。いやこれを今だから自分が主演だからこうやれてるのはやれてるからいいけど、これをね佐久間がやると思ったら主人公の脳みそが破壊されちゃう、うん、続きってあった？うん、でももうちょっとこのままで。いい雰囲気。今日のこと思い出したの？うん、でも僕の見間違いかもしれないし。心当たりは？顔は見たの？心配ないよ。心当たりなんてないでしょう。顔は見たの？見た。え？見たのかもしれないけど、怖いっていうことだけが一番印象に残ってて。でも何か気になるの。もしかしたら前に見たことのある顔のような気もするんだけど、でも思い出せないの。悔しいけど。脅かすつもりはないけど、バイクの件もあるし、見間違いって簡単に考えない方がいいかもしれない。やっぱりそう思う？うん、大変かもしれないけど少し慎重なくらいが今はいいかも。できるだけ僕も注意して美月のことを見ているから。守ってくれるの？当たり前じゃないか。麗しのナイト様に俺はなる。どこまでできるかわからないけど、できる限りのことはする。美月を守ってみせる。鼻血出して倒れても頼りねえな。出しながら守る。それはちょっと嫌だな。じゃあ止めてから守るありがとう。なんかほんといい空気になっちゃって。喋ったらすっきりしちゃった。もう大丈夫、ぐっすり眠れそう。美月ばっかりずるいな。こっちは目が覚めちゃったよ。え、どうすればいい？え、もう少しセリフの練習をしないと。もう少しここは一緒にいて、別荘に戻ろうか。甘えちゃう？甘えちゃ、どうして、どうしよう。甘えちゃおうか。もう少しここは一緒にいて。別にいいけど、でも何？ほら、上。うわー、きれい。おー。すごいな、アニメ作画が綺麗。明日も撮影頑張ろうね。ああ、これは選択正解だったんじゃない？今の星空シーン良かったね。あれ？はるかさん、いつもご迷惑かけてすみません。赤坂美月、明日は一生懸命頑張ります。ではおやすみなさい。あ、部長起きてる。あ、いや、部長部長なんだ、今の目つきは。なんなんすかね。あ、でもちょうどここで区切りがいい。あ、でもまだちょっと短いか。もうちょいやるか。もうちょいやろう。やりたいもうちょいやろう。ディスク1はここで終わりです。マジ？ディスク2と入れ替えてください。マジか。あ、そうなの。じゃあここで一旦区切りますか。そっか、ちょっと短くなっちゃったけど、ここまでにしておくか。ここでじゃあ半分ぐらいはもう来たのかな。こっからディスク2。どうなんだろう。なんかやっぱそのセリフがさ、過去姫のネアのセリフがすごい未信だったんだよね。ずっと言ってたのが、ちょっと、しっかり把握しろって言われたら難しいところはあったんだけど。いやー、赤坂美月の謎がどんどん深まっていく。そして主人公も命を狙われ始めたっていうね。で、いちいち怪しい部長。部長なんだろうな、あの目つきなんだろうな。それじゃあ今回はこの辺にしておこうかと思います。あ、今回もちょうどアニメ1本分ぐらいの時間になったかなはい、次回はディスク2から始まります。
今回はこの辺でご視聴いただきましてありがとうございました。撮影終了。